石津半島には巨石、大きな石、そのそういう文化が、はるか昔あったようです。そういう、東神ダバっていう名前で遺跡が残って、巨石も残ってると。それを見ていきたいと思います。あと 1.4 キロそういう場所に来てます。ちょうど足摺半島の山のちょうど真ん中に来ています。寂しい顔をした石に絵が描いてあるものがあるんですけど、調べたらそれだけですね、あのこの前の薄梅というあの山、おとついか行ったところなんですけど、そっちの方にあるんですね。その一箇所に集まってるんではなくて、この半島に散らばってるっていう。で、今行くところは、まあ、特にある程度集まってるっていう場所に向かってます。一番見たいもんが、見るためには再度場所を移動する必要があって、どこにあるか細かいことを調べるところからやらんとダメかなと、そういうことです。着きましたね。東神石とかって書いてありますね。こういうとこに来て、車どっかに止めて、これを先に見ましょうか。歌は J ですね。いい歌ですね。またいつかかけたいと思います。終わります。